さあ始まりましたプリットチャンネル、ハローサスケです。アゴキング、はい、こちらは東京ディズニーランドです。東京ディズニーランドにはですね、唯一食べ放題があるレストラン、クリスタルパレスレストランというのがあるんです。これがこちらの後ろに見えるレストランです。そしてこちらのレストランが混んでいる、人気、そうなんですよ。なので時間の予約などができるんですけども、直接来ていただいて予約を取ることができます。で、今私取ってきました。それがこちらですね。こういう感じで紙に、こちらの19時50分に2人揃って来てくださいという、過ぎるとキャンセル料金がかかってしまいますということなので、皆様時間通りに行きましょう。直接お店の前で待つことができるんですけども、今回ね、並ぶのに1時間かかってしまうということなので、私たちは予約を取りました、はい、で並ぶ時は代表者1人だけ並んでもらっても構わないそうなので、はい、それでは時間まで待ちます。はい、今ね、外ではエレクトリカルパレードやってるんですけど、いい席だったらお店の外から見えるからね。確かに、うん、エレクトリカルパレード丸見え、いい席、うわ、すごい、あ、これもう最後だね。見ながら食べれんだ、この時間だったら、ね、はい、サラダ。ノンアルコールビール終わるんだね。テーブルプレート。テーブルプレートとジュースティック。見えるかな？はい。ベジタブルスープ。こちらコーンスープです。プロバイトですね。めっちゃうまそう。シーフードのあんかけ。おこげ。チキンナゲット見てください。はい。え、ミッキーだ。かわいいかわいい。あと人参も。あ、うまそう、うまそう。作ってるって、うん、うまそう。これミニーちゃんの、そうだね、どうしてる、アンドオフのマンゴープリン、あ、ミニーちゃん、ミニーちゃん、ミニーちゃん、めっちゃ美味しかった。みんな、これすごいんだよ。バイバイする人、はい、バイ。チョコレアチーズムース、全然うまいよこれ。はい、僕が持ってきたのはこれです。魚、魚、魚、魚にハムに、こちらはガツンといきました。お肉とカレーとパン、コーンスープ、コーラよね。私が取ってきたのはこちらの数々です。チキンライスで、これがミッキーの形してる、うん、厚切りベーコンみたいなやつ、なんだろう ねすごいね。これもミッキーの形になってるのも、ナゲットもで、こちらちょっとわかんないんですよ、こちらこれサラダ、サラダ類です。そしてこちらタルタルソース、うまいですよね。こちらがもう持ってきちゃったケーキ、ミニーちゃんのリボンみたいなのが上についてたんですけど、すごいよね。コーンスープとゴールドファンタ、ガガガガガー、いただきます。やっぱサラダからっしょ。バーベキューチキンで大丈夫に食べるのがいいよね。そうね、なかなかうまい。これうまい、懐かしいカレーの味がする。マクジポークカレーだ。上品なメニュー多いよね。うん、やっぱり彩りをちゃんと気にしてる、見栄えがいいよ、見栄えがいい。つまり、うん、花火ですね、あっちの方向に上がってるので、ちょっと出ないと見えないんで、よかったらお食事の最中なんですけど、出ても大丈夫ですね。今はハロウィンの花火なので、この時期しか見れない花火なので、もう行くしかないですよね。そうです、音楽とかもハロウィンの今限定なんで。終わっちゃいます。いや、まだ5分ぐらいやってるんで、まだ今始まったばっかりなんで、大丈夫です。いい人、また来るでしょ、見てくる。エビフライ、すごいよ花火、すごい花火、すごかった、うん、ハロウィンって感じの花火で、かぼちゃみたいな、安いんじゃない、色、色、あ、色ね。いや、すごかったな、みんな見てた、感動。メンさん優しくない？優しい、なんかいいよな、本当に。みんな一体感になってるって感じ。この時間空いてていいね。あー、すごい好き。種類豊富なんだけどね。幸せだよ。初めてしょ、こうやったの。初めて。いいなって思ったよ。うん、おすすめなんだよ。なんで今まで来なかったの？いや、だからディズニーランドであんま評価食べないの。ターキーレッグとかね、その食べ歩きするやつでさせましたよ。楽しみ減ってるよ。優雅にのんびりさ、ご飯食べるのも、ええよな。なんだこれ。ベンチグッド、ナス、ナスぶち抜きでうまいな。和食もね、洋食もね、和洋折衷ね、そう、中華もあってさ、うん、あ、でも洒落てるよね、メニュー全部。いや、確かにそれを思った。サンタホールド、
ゴールデンサイダーって。ベネチアやった、ベネチアやったね。それだけさ、色とりどりで綺麗だったら野菜嫌いの子供とかでも普通に食べれちゃうと思う。これ食べたいって言うよ、たぶん。確かにハンバーグの上に乗ってるのがミッキーの形なんだよ。そうだね、人参がね。人参嫌いの子供でもこういう形にしたら絶対食べれるんだ。確かに、うん、パスタ食べてみようかな。一回食べます、はい、おいしいよ。あれ、ファン食べるようになってる。目の座に変更。うめぇ、うめぇ、うめぇ。なんだこれ、ローズコースかな。とりあえずうまい。とりあえずうめぇ、肉。チキンライス食べてみよう。うん、まっ。ちょっとラングだよ。そうなんだよ。長めなのよ。シャッてやればラングだよ。逆やね。そうです、真ん中で。よかった。でも温度調節もね、バッチリ。そうね、適温だね。快適、快適。これね、気になったのが何なんだよ。これ、パプリカのなんか、美味しいやつだ。炭酸がね、全身を駆け巡ってる。いつからだろうな、炭酸うまく感じちゃったの。よくないな。今、ミッキーナゲット。はいはいはい。まろやか。うわ、もう水道に入れて持ってかれてえわ。ついついドリンク飲んだよ。わかる。で、膨れちゃうんだからな。これでお腹膨れちゃダメなんだよ。なんならもうお腹いっぱいなんだよ。これなんだっけ。おいしい。枝元も美味しいんだ、ディズニーって。じゃあ何がまずいんだろう。ないよ。ないよね。欠点ないんだけど。ディズニー飯は無敵。誰が考案するんだよ。夢じゃねえか。エビー、おいがいいがいい。おー、すごい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 。そうか、アンサーパータイム言える。最高じゃないですか、この席。こっちの席の方が最高じゃない。はい、見ながら試しに行くことなんてある。実は今日アボキング誕生日だからさ、サプライズでこの席を用意したんだよ。アボキングが喜んでくれたんだったら、もうアリス、アリス、アリス嬉しいわ。アリスが一番好きです。見たもねえだろ。いや、あるよ。ケーキ美味しい。うん、白身魚のぐらいめっちゃうまい。でもね、ケーキももっとうまいよ。これもっと食べよう。あー、ケーキうまい。やばい、もうやっぱお中元のハム、野菜のスープも取るよ。おかわりいってきます。ベジタブルスープ、うまっ、うまっ。これうまいです。まだやってる。全然やってるよ。ここだとさ、あんまり音聞こえないじゃん。それがすごいよね。もうすごいよ。さっきバレエの音全く聞こえなかったもん。プーさんだ、プーさん。プーさんのプロジェクションマッピングやってる。いいな、そっちの席。誕生日だからね。ねえ、誕生日だから全然いいよ。誕生日だから誕生日ケーキを、あるあるある。誕生日ケーキ俺からあげたいみたいなとこあったのよ。かわいい。1時間半っていうルールなんですよ。で、料理の提供が21時半まで。そう、まだスプラッシュまで乗ります。出たと思ってくる。いやいや、俺にケーキ。あー、爽やか。本当に考えるの。杏仁豆腐マンゴーうまい。わー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 、いいな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 。もう終わっちゃうからね、ワンサーポンタイム。絶対そう、いつだ、いつだっけな。食べる、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 デザート持ってこよう。え、え、デザート持ってこよう。うまっ。生クリームがしっとりで、上のこれがサクサク、ふんわりしっとり、サクサク。うまっ。これフルーツカクテル。美味しい。これに簡単にちょっと入れたらよかった。うまい。カフェボンチみたいなね。どうした。はい、というわけでクリスタルパレスレストラン90分の食べ放題3090円。めちゃめちゃ満足。満足、満足です。これ以上ないよね。ない。だって料理美味しくて、見た目が綺麗で、静かで、しかも外の花火とかプロジェクションマッピング見れちゃうの。そう、ワンサーパターン。まあでもね、席がね、うん、俺ら今日窓際の席だったからね。まあね、おすすめができることなら窓際の席に座ってほしいよね。うん、8時ぐらいかな。8時ぐらいからだったら結構希望の席に座れると思います、うん、そう。それではツイッター、インスタグラムのフォローよろしくお願いします。チャンネル登録、ぜひ。ではまた。 You can fly, you can fly, you can fly。見てた、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 好きなんだ。